ヨハネによる福音書の第4章が伝えるイエス・キリストのサマリア伝道は大きな成果を上げたと言えるでしょう。ヨハン복음4장이전하는예수그리스도의사마리아전도는큰성과를거둔것이라고말할수있습니다。そしてイエス・キリストご自身もそのサマリアでの体験を通して学ばれたことがあったように思います。예수님자신도사마리아에서의체험을통해서배운점이있었다고생각됩니다。イエス・キリストはそのサマリアで学ばれたことをさらに当時の2つの言い回しを使って語り、弟子たちにも教えておられます。예수님은사마리아에서의체험을두가지비유를써서제자들에게가르치고있습니다。一つは借り入れまでまだ4ヶ月もあるであり、もう一つが一人が種をまき別の人が借り入れるです。하나는넉달이지나야추수할때가올것이다。또하나의비유는한사람이심으면다른사람이거두게될것이다입니다。私たちもそのイエス・キリストの教えに耳を傾けて伝道への励ましを得たいと思います。우리들도예수님의가르침에귀를기울여전도를위한자극을얻고자합니다。それではまず借り入れまでまだ4ヶ月もあるという言葉から見てみましょう。그러면먼저예수님비유첫번째넉달이지나야추수할때가올것이다라는말씀을살펴보고자합니다。これはパレスチナにおいてはよく親しまれていた言葉であるようです。이것은팔레스타인지방에서흔히있는이야기입니다。つまりパレスチナでは麦などの種をまくと収穫は4ヶ月後になるのだそうで、そうするとこの言葉は種をまいたばかりだから借り入れはまだ先だと言っているわけです。パレスタイネスは곡물의씨앗을파종하면4개월이지나야수확을한다고합니다。다시말해서파종한지얼마지나지않았기때문에수확은아직멀었다라는뜻이됩니다。収穫まで時間がかかるのは当たり前だと言えるでしょう。수확까지는시간이걸리는것은당연한이치인셈입니다。しかしイエス・キリストは35節で言われます。그러나예수께서는35절에말씀하고계십니다。私は言っておく、目を上げて畑を見るがよい、色づいて借り入れを待っていると。눈을들어밭을보라、희어져추수하게되었다。これがイエス・キリストがサマリアでの経験を踏まえて語っておられることです。이것이예수께서사마리아에서의경험을바탕으로말씀하신첫번째비유의말씀입니다。それはつまり期待していなかった時にも伝道はなされるということです。그말의의미는우리가기대하지않았을때에도전도는이루어진다라는것입니다。この時イエス・キリストがサマリアに行かれた理由については同じ章の一節以下が伝えています。イエス께서サマリアへ여행을가신이유에대해서는같은본문의1절이하의다음과같이전하고있습니다。手短に言えばそれはファリサイ派の人たちからの迫害を避けるため、争いを避けるためでした。짧게말씀을드리면그것은바리새파의박해를피하기위해서또는다툼에휘말리지않기위해서였습니다。そして少しでも早く故郷のガリラヤに帰るためでした。그리고조금이라도빨리고향갈릴리에돌아가기위해서였습니다。そのために本当なら通りたくないサマリアを大急ぎで通ろうとしたのです。이를위해서는애초에지나가고싶지않았던사마리아땅을한시밥이지나가버리려고하셨던것입니다。少なくともこの時イエス・キリストはサマリアで伝道するつもりはありませんでした。적어도사마리아땅을통과할때는그곳에서전도할엄두를내지않으셨던것이죠。ですから町の外にある井戸のところにとどまっておられたのです。그래서마을의바깥에서머무렸었던것입니다。ところがそこにたまたまサマリアの女が水を汲みに来たことから
2人の間に対話が始まり、その女性に信仰が与えられ、さらに瞬く間にサマリアにイエス・キリストを信じる人たちがたくさん起こされたのでした。그런데우연히사마리아여인이물을길기위해서우물가에왔습니다이여인은예수님과대화를하기시작했는데이여인은믿음을얻게되었고나아가사마리아사람들이예수를믿기시작하는일이일어났습니다つまり種をまいたと同時に大きな収穫があったのです。다시말해씨를뿌리려고했는데동시에큰열매를거두게된것입니다계획과준비를持って伝道するのはもちろん良いことであり必要なことでもあります。계획과준비를가지고전도하는것은말할것도없이옳은일이며필요한일입니다けれどもそのように人間が定めた道の上だけで伝道がなされるわけではありません。그렇지만인간이정해놓은길에서만전도가일어나는것은아닙니다むしろ与えられた機会を逃さないことが大切なのです。오히려주어진기회를놓치지않는것이중요합니다今度は一人が種をまき別の人が刈り入れるという言葉の方について考えてみましょう。이번에는또다른비유인한사람이심으면다른사람이거두게될것이다를생각해보고자합니다これはもともとは悪い意味の言葉でした。이말씀은애초에좋은의미가아니었습니다요부기の31章の7節以下に私の歩みが道を外れ目の向くままに心が動いたことは決してない。この手には決して汚れはない。もしあるというなら私のまいたものを他人が食べてもよい。私の子孫は根絶やしにされてもよい。というヨブの言葉があります。원래이말씀은욥기31장7절이하의말씀입니다만일내걸음이길에서떠났거나내마음이내눈을따랐거나내손에더러운것이묻었다면내가심은것을타인이먹으며나의소출뿌리채를뽑히기바라노라そこからわかるようにまくものと食べるものまくものと借り入れるものとが別であるというのは良くないことなのです。거기로부터알수있는것은뿌리는사람따로먹는사람따로라는의미는좋은의미가아니라고생각합니다しかしイエス・キリストがこの言葉を引用された時には喜びがありました。그러나예수께서이말씀을인용하니까다른의미를가지게되었습니다36節以下にこうあります。36절이하에는이렇게기록하고있습니다借り入れる人は報酬を受け永遠の命に至る実を集めている。こうして種をまく人も刈る人も共に喜ぶのである。そこで一人がまき別の人が刈り入れるということわざの通りになる。あなた方が自分では苦労しなかったものを刈り入れるために私はあなた方を使わした。他の人々が労苦しあなた方はその労苦の実りに預かっている。네그밑에36절부터보면거두는자가이미삭도받고영생에이르는열매를모으나니이는뿌리는자와거두는자가함께즐거워하게함이라고기록되어있습니다거기서한사람이씨를뿌리고다른사람이거두게된다는대로기록되어있습니다다시말하면너희들이스스로노력한바없이열매를거두기위해서누군가가수고하였고너희들이거둔열매는다른사람들의수고의열매를너희가맡아둔것이다라는의미가되겠습니다これもイエス・キリストがここに記されているサマリアでの経験を踏まえて語っていることです。이것도예수님께서말씀하시는사마리아에서의체험을바탕으로말씀하시는것입니다사마리아伝道の糸口になった女との出会いはヤコブの井戸と呼ばれる井戸のところで起こりました。사마리아전도의실마리가되었던운물가의여인을만난장소는야곱의운물로알려져있는곳입니다また사마리아人の信仰によれば旧約聖書が約束しているメシア・キリストは
かつてのイスラエルの指導者モーセに代わる預言者のことだとされていたようです。또한사마리아인의신앙에의하면구약에서약속한바메시아는일찍이이스라엘의지도자모세를대신하는예언자라고알려져있습니다実際そのことに話が及ぶとイエス・キリストはまさに自らがその預言者メシアであるとはっきりと言いこの女性は信じるようになりました실제로오늘본문에나오는말씀대로이이야기를바탕으로예수그리스도는스스로그예언자임을확실히여인에게밝혔고우물가의여인은이를믿은것입니다そうするとイエス・キリストが救い主だと分かるようになるのに井戸を残した遠い先祖のヤコブや遠い昔のイスラエルの指導者モーセが役に立ったということになりますイエス・キリストが우리의구원자이신것을알기위해서는아주먼선조인야곱먼옛날이스라엘지도자였던모세가도움이되었던것입니다ということはイエス・キリストがサマリアの人たちに受け入れられたのは遠い昔にまかれた種からの実りだということです이말인즉슨예수그리스도가사마리아인에게받아들여지게된것은아주먼옛날에씨앗이뿌려졌고그씨앗으로부터열매가맺게된것이라고말할수있습니다ですから38節にはあなた方が自分では労苦しなかったものを借り入れるために私はあなた方を使わした他の人々が労苦しあなた方はその労苦の実りに預かっているとあります그래서38절에는내가너희로노력하지아니한것을거두러보내었노니다른사람들은노력하였고너희는그들이노력한것에참여하였느니라すぐに与えられた収穫も角度を変えてみれば他の人の以前の種まきの成果であるのです우리가생각보다빨리어떤열매를거두게되었다면조금더시각을달리해서보면어쩌면우리보다먼저누군가가뿌려놓은씨앗의열매이지않을까생각해야됩니다そうであるからには私たちが種をまくときその収穫は自分たちでできなくてもよいのです그래서우리가씨앗을뿌릴때그열매를거두는것은우리자신이아니어도되는것입니다目に見える成果を自分で得たいと願うのはもちろん自然です눈에보이는성과를자신스스로얻고자하는바람은당연한일입니다けれどもイエス・キリストは自分で収穫できなくてもよいと言っておられます하지만예수그리스도는자신이열매를거두지못한다하더라도괜찮다고말씀하십니다今は虚しいことのように思えてもしっかりと種をまき続けることが大事なのです지금은허무하게여기지는것일지라도똑바로씨앗을꾸준히뿌려나가는것이중요한것입니다まくことができたことそのものを喜んだらよいのだとイエス・キリストは教えておられるのです씨를뿌릴수있었다라는그자체로우리에게는기쁨이라는것이예수님의가르침입니다自分がまく側になるのか借り入れる側になるのかは分かりません자신이씨를뿌리는경우인지혹은열매를거두는경우인지우리는잘모릅니다両方を経験できる時もあるでしょう두경우를모두경험할때도있습니다けれどもそのどちらであっても喜びがあります그럴때도기쁨이있습니다伝道は喜びです전도는기쁨입니다それは伝道が神の熱意に裏付けられた神の技であるからです그것은전도가하나님의열심을뒷받침하는하나님의역사하심이기때문입니다神はその一人子をお与えになったほどによう愛された一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるこれが神様の御心です하나님이세상을이처럼사랑하사독생자를주셨으니이는그를믿는자마다멸망하지않고영생을얻게하려하심이라이것이하나님의마음입니다その御心を実現したいという神様の熱意に押し出されて
そしてイエス・キリストの熱意に押し出されて私たちも喜んで伝道に励むのです。하나님의그마음을실현하기위해서하나님은열심을내시고예수그리스도도열심을내어서그렇다면우리들도기쁨으로전도에열심을내어야할것입니다이노리마스기도하겠습니다天の父なる神様하늘에계신아버지私たちの伝道の働きを通してあなたの喜びに私たちが預かることができますように하나님께서우리에게주시는그열심으로우리가전도의기쁨을알게되었습니다まくことにも借り入れることにも熱心なものとならせてください씨를뿌리는것도씨를거두는것도열심으로임할수있도록이끌어주시옵소서どうぞ長老会神学大学校の上にあなたの豊かな祝福と導きとがありますように부디장래신학대학위에하나님의풍부한은총이임하시기를기원합니다イエス・キリストのお名前によって祈ります예수그리스도이름으로기도드렸습니다아멘, 아멘.